モノマネタレントとは、モノマネを演芸、超テレビ番組などのネタとする芸能人を指す、モノマネ芸人とも言われる。特に現代の日本においては、モノマネを得意にする一部のお笑い芸人や演歌歌手、等々の分類が曖昧になってきているが、テレビ番組でモノマネを披露するタレントが、一般的に、モノマネタレントと認識される。出演料の目安として、現状では、 派遣会社による出演料が15万円20万円で売れていないお笑い芸人と同レベルの固定給料で運営されている。所得税法ではモノマネ氏の表記が使われている。多数存在するエルビス・プレスリーのインパーソネーター、アメリカ合衆国では同様の人物はインプレシャニストやインパーシュネーター等と呼ばれ話題になっているセレブリティを コメディ番組で揶揄する目的で真似することが多い。著名な人物に、ジョン・カイ・ケネディのモノマネで一世を風靡した、ボーン・ミーダーがいる。インパーソネーターを題材にした映画に、ミスター・ロンリーや、プレスリー・ VS ・エス・ミーラ男、トラブル・イン・ベガ・ス等がある。マイケル・ジャクソンのモノマネで知られる、マイコー・リョウは、アメリカから帰国した際に、 日本にはインパーソネーターというジャンルは確立されていなかったので定着させたかったとしており日本で最初にインパーソネーターと名乗り上げた人物だとされているその影響で2009年頃から日本の一部メディアがなりきりタレントをインパーソネーターと表すようになった日本での先駆者には1980年代にエルビス・プレスリーの成りきゲ芸で活躍した歌手の伊藤清志氏がいる 欧米の概念としてのインパーソネーターとは別に、日本では昭和後期あたりから郷ひろみのなりきり、芸人はコード、アキラのように一人の人気歌手のモノマネに特化したタレントが地方営業を中心に活動することが定着している。多くの場合、本物をもじった芸名をつけるのが習わしとなっている。代表的な人物に、森進後、市木広三木広竹原美、 神田聖子、真似田聖子、後川が脇らがいる。鳥尾座ミミック、関根勤、とむ、鈴木末吉のように、持ちネタの一つとして、スポーツ選手やプロレスラーをモノマネするタレントはいったが、昭和後期平成時代になり野球、プロレスを中心に、スポーツ選手のなりきり芸人が続出した。代表的な人物に、プリティ長島、ドン、川上、春一番、アントニオチョキ。 あん時の貯機、長州古児から、順一ダビットソンらがいる。上記の者たちが、基本的に、生体模写であるのに対し、喋りを得意とせず、動作や顔真似のみの者も,も存在する。代表的な人物に日郎リトル清原らがいる。また、なりきり芸で注目された後に、モノマネ以外の芸でも成功した、花輪のようなパターンもある。また、 昭和前期にはモノマネであることを公表せずに、本物と偽って活動するものも存在した。代表的な人物として江の健こと、江ノ本健一の偽物、江ノけそや、土の剣がおり、一座を率いて、活動をしていた。2016年には、三谷幸喜作、市川猿之助主演による舞台、江ノけそ一大息の題材にもなった。モノマネタレントのネタの形態は、 以下のように分類される。ただし、複数をこなす場合もある。各分類は、本物に忠実に真似て、簡単を誘うものと、デフォルメやアレンジして、笑いを誘うものに対別される。視覚的な模倣である。俳優、スポーツ選手、政治家など有名人の見た目や、動作などを真似る。音声の模倣である。内容によっては、音真似とも呼ばれる。以下のようなものを真似る。 ギャラの目安、法令集の散策、参議院法制局、あのマイケルがズンドコフ氏を踊るパフォーマンス DVD が存在した。ムービーウォーカー2009年12月26日、シスカンパニー公演、エのけそ一大木世田谷パブリックシアター。ありがとうございます。